はい、皆さんこんにちは、タートルです。みんなみたいに頑張ってるけどなかなか痩せない、腹筋なんか起き上がれない。動画を見ながらやってもなんかうまく効いてる感じがしないし、やり方間違ってるのか不安になる。そういった方におすすめなニーリングというエクササイズを紹介していきます。簡単に言うと膝立ちです。膝をついた状態で今回はエクササイズをずっと行っていきます。今回のエクササイズのいいところは、立ってやるよりもバランスがいるのに簡単なんです。体幹をしっかり意識できるので、お腹が気になる、お尻が気になる、痩せにくい、姿勢が悪い、そういった悩みがある方は一緒にやっていきましょう。今日も一歩前進しましょう。膝をついた状態で行いますので、できるだけ柔らかいところでやってください。まずは片足を出したら、膝をついているお尻を前にキュッと出します。膝ついているお尻をキュッと出します。それで反り腰の解消ができてきます。お尻を出した時に膝ついているももの前側が突っ張ると思います。できてれば正解です。足を変えながら行っていきます。いきましょう。クッとお尻を出します。足を入れ替えて、お尻をキュッキュッ、こういう感じです。お尻を前に出す。お腹をへこませながら、もしできる方はずっと締めたままで足を入れ替えてください。わからない場合は1回ずつお尻を締める。膝ついてる側のお尻を締める。手をね、腰に当てると分かりやすいです。おへそを上向ける感じで、これでしっかりね。よっしゃ、 OK です。今度は足を出したら戻します。こういう感じ、頑張っていきましょう。いきます。これで体幹が鍛えられます。さっきみたいにお尻をできるだけ締めたまま、お尻が出ないように、膝から肩までまっすぐの状態作ったままで足をゆっくり入れ替えます。ここで一回止まるぐらいのイメージです。これで腸腰筋っていう筋肉も鍛えられているので、姿勢がすごく良くなったり、便秘改善や反り腰解消になります。はい、 OK です。ちょっと休んでください。今度は足を前に出して5秒キープしたら足を戻します。いきましょう。自分の中でね、数えながら入れ替える。できるだけバランスをとって入れ替える。バランス崩れたら次でいいです。バランス取ったら戻す。お尻が下がらないように前出したまま、おっとバランスがいい。バランスを取ったら戻す。これはかなり難易度がね、高いです。これができてくるとね、体幹がしっかりしてくるんで、うわっ、トン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 、手でね、バランス取らないように体幹でバランス取ってください。よーし、オッケー。よっしゃー、だいぶきましたね。今度は横に足を上げたら戻して、反対、膝から肩までまっすぐ、できるだけ真横にね、足を上げます。前かがみにならないように、体まっすぐのままでバランスを取ったら戻します。これでね、ウエストがね、鍛えられてグラグラするバランスを取るんで、しっかりね、腹筋の深層部が効いてます。これ立ってやってもね、バランスすごい取れやすいんで、膝だから難しいです。OK、 よっしゃー、あと少しです。今度はね、このままお尻を前に出したまま
ちょっと倒れたら戻る。よいしょ。ちょっと倒れたら帰る。足の甲でね、地面を蹴る感じで体を前に戻します。ちょっとね、膝痛いよって人は開いてください。カエル足の状態で少し倒れたら戻る。膝から肩まではまっすぐです。こういうまっすぐです。丸くなってもダメだし、反りすぎてもダメです。バランスとって、膝痛い人はね、無理しないでください。ずっと膝ついてるんでね、ちょっと痛くなるかもしれない。無理しないように。はい、OK。 よっしゃ、あとちょっとですよ。よっしゃ。もう一回足前出します。今度はね、一番初めみたいな感じでお尻をクックックック動かします。今度は片足だけ、これをね、左右いきます。これ最後ですからね。後ろの足がね、突っ張ると思いますが、これでね、反り腰がね、解消されてお腹がね、へこみやすくなります。下向くっていう感じよりもお尻だけをね、膝ついてるお尻を前に出すだけ、クッ、クッって感じで、クッ、クッ、こういう感じ。お尻出したらね、結構前ももがね、突っ張るんでね、痛いかもしれない。オッケー、反対通りです。しゃ、クッ、クッとね、動かします。しゃ、膝がね、ちょっと痛いかもしれないけどね、無理しないでください。できるだけ柔いところで、はい、お尻をね、突き出す。膝ついてる足の股関節を前に突き出す感じ。頸部を、ね、前に突き出す感じ。この腰をね、動かす感じがあんまりわからないとか、なんか動かない、腰が動かないって方はね、結構それ腰ひどいんで、しっかりね、クッ、クッとね、動かす練習が必要です。少しです。はい、OK です。はい、最後ね、足を開いてもらって、膝ついたままだったんで、膝の皿をね、ちょっとぐるぐる回してください。膝の力を抜いてもらって、反対にも回してもらってね、膝の皿をちょっとね、緩めましょう。よし、 OK です。はい、お疲れ様でした。今回のニーリング、膝ついたままずっと行いましたけども、バランス取れたや取れなかったよ、いろいろあると思います。これが腹筋とかプランクとか、ああいったね、ちょっと上級のメニューよりも簡単に体幹が鍛えられて、伸ばしたい部分はストレッチができる、主にリハビリとかで使われるようなメニューのレパートリーでした。頑張ってやってみた方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。